はいどうもー。アニモです。今日はね、このしばけんちゃん、尻尾もつけてね、編んでいきたいと思います。よいしょ。<laughs> はい。でね、えっと、顔はいろんな顔にできます。でね、えっと、ちょっとバランスがいろいろ変わってくるから、好きなやつ用意してもらったらいいんですけど、まずね、えっと、全部セリアさんのニューエンジェルコットンです。 で、これは白とベージュとか、白とちょっとからし色みたいなね、あの怠けたろを作った色とかでやったりとかしたんやけど、えっとね、まずは目の大きさで全然印象がかかります。この子とこの子で全然違うもんね。鼻は一緒なんですよ。まあ、口元もベロ出して一緒やけど、目がこれはね、6ミ、mm、リです。で、こっちは5ミ、mm、リです。まあ、アニモ的にはね、5ミ、mm、リの方が可愛いかなと思うんですけど、まあ、お好みやね。 これはね、c a n d o さんに売ってます。6ミリの、えっと、縫い付けるタイプのね、目玉ボタンになります。で、これはもう手芸屋さんのやつなんですけど、こんだけも12個も入って120円、132円か、になるから、あの、そんなにね、高いもんじゃないので、 もう、ないねんって言ったら、もう最悪玉結びでもええし。ほんで、ビクちゃん作る人やったらね、もっき、も、もっきーちゃん、もっと大きいボタンね、あの、目玉ボタンとか用意してもらったらいいと思います。目はまあ、お好みでしてもらって、あと、インスタの方でね、あの、花がおかしいんちゃうん言うて、この花がね、おかしいんちゃうん言うて、あの、三角の花の方がええんちゃうか言うから、わー、三角の花持ってないわ、言うとったら、あれよ、ダニモさん持っとるやないの、誰やあれ、って、ダイソーさんのこれに入ってるよ、って写真まで送ってくれて。でね、 前にねあのダイソーさんのこれずーっとこっち側売ってなかったんですけどあの売り出してね買ったんですよで結構目もしっかりこう根元が太いダイソーさんのやつなんでこれはねあのビッグちゃんのやつのあのシャムネーさんとかの目玉にね使えるんちゃうかと思ってますでちっちゃいやつに刺すにはね根元が細いから「あの削ってんで」って言うてるようなねあのすごい強者のの方もいましたけどこれキャットアイになってますでこれに1個使ったんですけど花も2個入ってるんですよめっちゃお得よね目が2セットと鼻が2つついてる そうか猫ちゃんもこのまま作れるよういう花なんですけど、この花使ったらええやんか、言うてね、ほんまや、持っとるわ、言うて、あんまね、あの、アニモの懐事情、よう知っとんな、みたいなね。<laughs> これ、ね、あの、引っ張り出してきて、つけた子が、この子になります。この子はね、ちょっとでも全部がペカペカになったから、どうあの、まあ、お好みやと思います。でアニモは、全部やってみた結果、花これが好きかなと思うんですよ。あの、我が家のワンちゃんね、こんな花してます、多分。<laughs> だからお好みでこの子にこの大きい目玉つけてもらうとかねいろいろやってもらって遊んでもらったらいいと思います。でちょっと先にさうちのさワンちゃん見てくれんうちのしばけんちゃんあの前に動画で出たこともあるねんけどなんでこの子がねこんなこんなとこに線入ってまあこの子もねあんねんけどねこんなとこに線入ってなんやったら後ろっかはねここに白いのもついてるんですよ。お声これなんでや言うたらちょっと先に見てください。 ね、わかりましたチョコちゃんです我が家のチョコちゃんがこの柄あのねすごく不思議な柄なんですよ本当の芝犬でやったらこういう柄むちゃくちゃ珍しいのでもうちょっとこれ白をこう広げてあのこうひし形にしたいなと思いながらねまたちょっとこの辺はまたチョコちゃん用にはやり直そうと思ってるんですけどこんな感じであの自分とこのワンちゃんに似せてあの柄を入れてあげたりとかしたらだいぶちょっと印象も変わってくるんでねいろいろやってみてください。でえっ、ー、と体もねうちのチョコちゃんやったらもうこの足やったらね これははねね段段とにししまた白足はもう足もちょっと足先白いから2段2段にしたけどであとはね普段通りと一緒です尻尾はまた後で説明するんですけどまたねえっ、ー、とこの辺の手足は好きな長さにしてくださいほんで肉球つけたい人はね肉球つけておいでうちはチョコちゃんの分に関しては足多分これね6段と 9段10段こっち側だけ長いんですよあの子ねでこれ旅って言うんですけどあの靴下履いてる旅って言うんですけど旅がうちの子は長いのとちょっとまたこっちも長いんですけどまたこっちの方がもっと長いみたいなんやからちょこちゃんのやつはまたもうちょっとね仕上げて最終ねあのトップガンにしときたいと思いますで普通の芝健ちゃんやったらもうあのここ旅履いてないねんってよくやったらまちゃちゃでもええしね旅はもう好きな長さにしたってくださいじゃあまあこの普通のっていうのを作ったやつにしようかこの子とかやったらこんな感じになりますね でも、尻尾がちょっと難しいので,で、顔もちょっと2色ね、ぐる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 しながらちょっと難しいので、これちょっとむずいわっていう人は、大きい方のピンチでね、えー、と8号針でメス全く一緒で顔を編んでもらって、体は8号針で編むの動画に出してるので、説明欄貼っとくから、そこからね、ビッグちゃんのやつを編んでもらってもいいと思います。ほなね、今日も頑張って編んでいきます。はい、じゃあまずね、材料を紹介していきます。 まずね、いつも紹介をし忘れる綿。もうね、前なくなったからちょっと新しいのにしました。これね、えっ、ー、と、ダイソーさんの綿なんですけど、どんな綿でもいいです。中に詰めるやつですね。それから、目玉ボタンもね、さっき言ったのと同じで、好きなやつを用意してください。アニマはこの5ミリのね、えー、刺し目。手芸屋さんのこのユキビーズさんっていうやつですね。これを使っていきたいと思います。で、えっ、ー、と、あとね、目をつけるためにボンドね、えー、花も、ちょっと後でまた説明しますけど、ボンドで今回つけてます。 で、えっと、これはね、百均のやつです。3つ絵ボンドさんですね。我が家ではボンディーをこと呼んでます。なんでかは聞かんといて何にも意味はないからね。はい。それから、えっと、花。花はこれね、セリアさんのまた8ミリの、えー、7個入りのね、このやつ。黒い花を使っていきたいと思います。 で、えっと、ちょっと茶色めの花も売ってるしね、あの、お好みのやつ用意してください。花が用意できひん人はもうステッチでやってもらってもいいし、あの、さっき言ってたこのダイソーさんのね、花探してもらってもいいし、あの、好きなやつを用意してください。えっと、あとは洗濯バサミはね、いつも通りの、今日はちびちゃんの分で紹介していきます。えっと、洗濯バサミとかわからん人はね、もう説明欄からもう基本からずっと番号を振ってるので、あの、上から見てきてもらったらわかると思います。今日な糸から紹介しようかな。 糸はですね、全部今回はセリアさんのニューエンジェルコットンを使っていきます。で、カラーナンバーがこの子1番、ホワイトですね。で、5番の真っ黒。それからこれ17番を使います。でね、えっと、よいしょ、この子。この子のやつは、よいしょ、このカラーナンバー10番の、えっと、ちょっとベージュみたいな色で一番最初試し編みしてたんですけど、 これね、旦那さんとね、あとインスタ見てた人がね、あの、ハスキーみたい言うて、もう口も大きくしちゃったしね、ハスキーみたい言うて、いや、そうなのよ言うて、ほんで、あの、これチョコちゃんにしようまっこんなんしてしもたんやけど、ハスキーにするんやったら固めずつ色変えてね、あの、ちっちゃい目玉つけてあげても可愛いんちゃうかと思ってます。こんな感じで、同じようにね、 これよりもうちょっとほっぺたをこうね、白い、白い部分をもうちょっと増やしたバージョンで、えっ、ー、と、今回こんな感じで仕上げていこうと思ってるけど、その白いところをね、もうちょっといらんねんって言って、色変える場所を変えてもらったらこんな感じでもできます。この辺はね、自分でちょっと努力して、自分とこのワンちゃんに近づけたやつとかね、作ってあげてください。で、あとこれは、えっ、ー、と、手芸屋さんでだいぶ前にセールで買ったやつなんですけど、あの、セリエさんのトロピカルコットンでもいいし、あと、そうね、あの、手芸、 刺の刺繍糸でも OK です何すんのって言ってもねあのベロ作るんとほっぺた刺繍するだけですいらん人はもう用意しなくても大丈夫です、まあ、使っていく色と糸はこんなもんであとはとじ針、えー、とハサミと全然指が覆ってないけどとじ針とハサミでヤンスレターがあったら便利ですねあと前ライブで紹介したんですけどダイソーさんのこれあの針のセットの中に1本だけこれ入ってるんですけどこれがあると便利です 何が便利かって言ったらこういう体とかをねまだこれつないでないんですけどつなぐ時にこうやって目をねくくっくんとこう何て言うの拾うのにこうカーブしてるからめっちゃ拾いやすいんですよこういうところとかあと顔とかをつける時とかねこうすくって縫えるのでこれがあっても便利です。 ただ、ヤンスレダーは細い方しか入らないので、その辺ちょっとね、あの、検討してみてください。もうちょっと針穴の広いやつもね、あの、手芸屋さんとかやったら売ってると思います。で、あとはね、鍵、えー、針ですね。鍵針は今日は4号針の2.5ミ、mm、リを使っていきます。 はい。そしたらね、やっと編み始めていくんですけど、その前に <laughs>、まだ4回言うてね、<laughs> じゃあじゃあ、他の子でちょっと、あの、ちょっとおもろい子がおったから、ちょっと見てくれるあの、いらん人ね、あの、編み始めんとこまで飛ばしてください。あのね、この辺トーンと、どっか画面トーンと押したら、ここにね、あの、今何、何やってるっていう項目があるんですけど、それ押したら、ザーザーとこうね、あの、項目がいろいろ出てきます。まだもう、編み始めやったりとか何やったり言うて、一応書いてるので、そこからね、話は飛ばして見てきてもらったら大丈夫です。はい。ほんならね、あのね、 一番最初、こうどこで色変えるか一色で編んでみよう思って一色でターッと編んでたのよ。ほんでこのままでまあ花とか目とかつけたらいいのになるか思ってこのベージュちゃんね、あの10番のカラナバ10番のベージュちゃんで編んでたら、旦那さんが横からね、もう顔何にもついてない時に、え、豚みたいって言うから、はそう言って、ほんでまあ豚にしようか言って、あの花の穴だけつけて、ほいで口と目と甲だけつけたのよ。ほっぺたとだけね。ほなら、 えー、豚に見えんわい。そろそろやわね。玉4つだけやから。ほな、分かった。えうて、こここここステッチして。ほで、またその間、棚さん寝てま、ようか。起こして。じゃあたー、あっ言うて、これ、豚に見える。言うたら、見えんって言われたんですよね。だからね。ええー？言うて、ほな、よう見とった。なんや、イノシシに見えてきてね。ほで、牙ちょっとだけつけようか。で、て、あの、何かわからん程度につけようか。また、インスタで、あの、出しとったのよ、これね。牙もっと大きくしたら、イノシシに見えるん違いますか。い。で、牙ついてんねんで。もっと大きく、言うけども、もうこれに力入れへんからね。なんやったら、あの キーホルダーにしてあげてください言うか分かりました言うてねこれはだから後日もしかしたらキーホルダーになるかえ気が向いたら体を編んでるかもしれないですもうねインスタでほんまにね井之助とか編んでくれとる人とかおったんやけどまたあの気になる人インスタでアニマデピンチで調べたら出てくると思うのでね見てきてくださいそれとあの昨日にねほんまにあのなんであれ大きい目でしたんや言うたこれがなくなったのよこれなくなったから旦那さんに手芸屋行って帰りこうできて言うてほなねこのパンダさんよ。 パンダさんの目に、あの、白黒のあの、動く目玉を貼り付けたかったのね。ほんで、旦那さんに、ウトロー言ったら、あの、テレビ電話だよ、うん。こんなんあるでええ、って、何ミリいいとどうのこうの、言うて聞いてたのよ。ほんなら、3ミリから順番にあるでえ言うて。ほんで、こっちでメジャーで測りながらね、3ミリか、ほんな3ミリぐらいかな。あんまり大きい大きいのもなーって言って、ほんで、3ミリのを買ってきてもらったんです。ちょっと待ってくださいよ。セットするからね。 で、3ミリちっちゃい言うてね、ほいで、これはあかんわ言うて、ほ <laughs> いで、またちょっと買い直してきてもらおうと思って、お家にあるあのダイソーさんのこれ8ミリの,あの縫い付けタイプのやつなんですけど、これを置いた方がよっぽど可愛いわけ。ね なんかあり言うてほんでちょっとね今度またちょっと中間の4 5 5ミリぐらいかな 4mm か 5mm ぐらい買ってきてもらおうと思ってますほんでまた仕上がったらパンダさんのトップガム変わっとるからあっ目こうてきてもらったんやなと思っといてくださいねはいほんならねやっと編んでいきますしゃべりすぎたはいじゃあまず白い糸から編んでいきますちょっと白やからね見にくかったらごめんなさいよまず手に糸かけてで鎖編み3目スタートしますぐるっと回って上かけて ここ根元を押さえて抜くで引き締めてかけて抜くだけですね。12。3はい、これができたら鎖1つで立ち上がります。いつもよりね鎖目1つ少ないですよ。はい、そしたらこれを裏向けてあ2つ少ないか2つ少ないです。裏向けてまず1つ目2つ目ですね。根元の裏山2つ目のところに針を入れます。 結構ね。今までやってきてることの応用なので、あのわからん人は最初からお願いします。で、糸をかけて出してきて、ここに細編みを2回入れます。まず1回で。また同じとここの足が入ってる。同じところに入れて細編みをもう1回編みます。はい、じゃ、もう。これはね。あの普通通りはしはし3。目なだけです。この間のこの1つは1回だけ細編みします。 これができたらこの端っこですね。端っこの一番最後の裏山ちゃん、ここに針を入れてで糸をかけて出してきて細編みです。はい、そうしたらまた同じ足が入ってるところに針入れて糸端はね針の上で右側向こう側に持って行っときますで、ちょっと外押さえといて、この間に押さえてる間にかけて出してきて。でかけて2本の中を抜く細編みです。 そしたらこの足が入ってるとこ、また同じとこ、また入れたら、今度は頭2本を見ながら編んでいきます。この糸引き締めて、針の上、今度はこっち側に持ってきます。向こうからこっちにね。で、押さえといて、ここに細編み。これでね、端っこに3目編めました。そしたらその次、この1つですね。この1つに針を入れて、でここでかけて出してきて細編みです。 じゃ次ね一番最初のとこ最初2回しか編み入れてないからもう1回入れますこの次のここですねでこの子もここ糸端ねよいしょはいこれで8回やめましたもうこの糸端邪魔なんでね裏側に置いておきますもうあと編みくるみませんそしたら最初ね最初の最初の穴に入ってる足足があって足があって足があってこのここの2つ目こっち側の子これが一つ目になります 分、ね、からん人はね、ここから1、2、3、4で数えて8個目数えてきて、ここに針を入れる。で、引き抜き、引き抜き。毎回ですけどね、引き抜いたら上を押さえて、右にぐーっと引っ張って引き締める、糸戻す。で、鎖編み1つで立ち上がったら、ここからいつもと違います。まっすぐ行かずに、これをね、裏返します。パタ、こう。裏返した、 ですか裏返したまずここの1つ目こう見たらここにかかってるこれは立ち上がりですその隣の大きい目の頭2本ここですここに編みます何で往復編みかって言ったらねやっぱりこうあのぐる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 円で編んでいくとあの丸くしていくとねずれていくんですよどう見たって立ち上がりはこうずれていくんからもうずれていっとるよねっていう感じお前らこうまっすぐなんやったらわかるけどこう何て言うのぐる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 するとずれていくのよ。 それそれを防ごうと思ったら往復編みをすればいいんやけど往復編みをするとね模様って変わるんですよでやっぱりこう目を刺したりとかこういう穴もやっぱり欲しいので後でステッチのためにもねとりあえず口の最初の3段だけ往復編みで編みますそしたらここのズレが収まるのでこれが縁ちゃおうかと思いますもうね変わったことばっかりやってますけどはいあんならこの糸端手前におるままでいいからねこっち側が裏になります ならここから8回頭2本を取って細編みを編みます。1次2で次ね真上からこうこう見たら頭2本おるからねちゃんと頭2本をしっかり取ってくださいよ。3次横のとこのカーブのとこよいしょここね4で次言ってねあのしっかり目を見ながら5頭2本取りながら。 糸端は手前でいいからね。6で77個目。ちょっと待ってよ。たまに本のとこにね。これで7個目で次ここね。ここに8個目。はい、そうしたらええっと8個できたらね。どこ見るんやって言ったらいつもと一緒。このね。へっていう字このキュッキュッとなってるね。今ここ編んだとこここに入ってる。この子がこうポキッとなっ。てる。 コキッとなってるここと同じところに入れてください。これが一目目になります。ね。で、かけて引き抜き、引き抜き、引き抜いたら上を押さえてグー。はい。鎖一つでまた生地をパタッと裏返します。はい。じゃあ次、今からねちょっとえっと目も増やしつつ色も増やしつつです。一色の子はえっと全然そのままね一色で編んでいてもらったらいいです。 えっと、何ちゃんになるんかなこれ、あの、あ、そうそう、あの、北海道犬の海君。あの、ソフトバンクのさ、最初なんかライブでわー喋りながら、あの、芝犬のさ、言うて、ちょっとま考えたら、大きいな思って、次のライブで、ちゃうよかった、でえっ、ー、と、紀州犬かなあの子、言うとったらね、あの、コメントで、いや、北海道犬ですって、みんな間違えとんがな、言うてね、北海道犬の海君みたいです。こういうね、あの、一色の子やったら、もうほんまにずーっとぐるぐる一色で編んでいくだけなんで、簡単です。 これでね、いつも見てくれとっての人がね、あの、白柴ちゃん飼ってるから、ちょっとその子をね、勝手にモデルにして編んだのがこの子。この子はなんかね、ちょっと耳が、あの、耳だけ、後ろから見ても茶色。普通のしばちゃんの色で、前はちょっとね、ベージュだったから、ここだけちょっと、あの、勝手にアレンジして作ったんですけど、<laughs> これね、あの、かわいい白ちゃんです。はい。そしたら、続きいきますよ。はい。そしたらね、まず、よいしょ。今、鎖一つで立ち上がってるから、 この向きか、いやちゃうな。この向きやな、ああびっくりした、すいません。あのちゃんと人、<laughs> さっきの <laughs>。これこれのほら、糸端が見えてる方が裏側やから。こっち側スタートでオッケーです。いいですか。そしたらまた、こう見て、これの次の大きい一目目。よいしょ、移るかな。ここ。ね。ここから編んでいきます。まず鎖編みを一つ。あ、じゃあ、細編みを一つ。で。 ここは 1V1V1V って最後まで行くんですけど今から V の E の時に色変えるのであ、V の時に色変えます。E から色変わっていくから V の終わりで色変えます。ですか今1あんだね。1あんだ次の子に針を入れてで糸かけて出してきた最後このね V の最後の時に新しい糸を持ってきます。はい。で糸を押さえといてこの子でかけて抜きます。 これができたらまたこの白が入ってるのと同じところ同じとこに針を入れます。でちょっとね白がたわんでるから針入れた時に白キュッキュッとふわっとねあんまりギッチギチに引っ張らんでいいよふわっと引っ張っとく茶色もふわっと引っ張っとく。でこの子たちを編みくるみながらいきます。はい糸をかけて新しい糸ですよ出してきてここに細編み。はいこれでね V、ーブーが白 E が茶色で編めました。 次、でです。す。は茶色で編みますこのまま次の目に入れて頭2本とこねに入れてよいしょ1はいで次もまた V なんですけど「ブー」の時に茶色で編んで「イ、e」で白に変えるから「ブー」の最後で色変えますちょっとややこしいやろう <laughs> ここまず針入れてよいしょこの子たち編みくるみながら頭2本とこ入れて糸かけて出してくる「ブー」。 ブーの時の時終わりに色を変えますでねこれね糸が絡まんようにちょっと糸持ってくるわね糸が絡まんように編んでいけますちょっとまあこうどっちがどっちでもいいから置いときますねじゃあ例えばさ茶色を右白を左どっちでもいいけどねで置いたとするじゃないほんならこの子たちが交わらないようにずっと編んでいきますよいしょですかほんなら今 白に変えていくんやけど今茶色がねどこに折ってもいいです。どこに折ってもいい。でこの子だけはまあちょっと一緒に編みくるもんかな。でかけて抜きます。これでブーがね茶色でできました。ならいいやからまた同じ茶色のとこに貼り入れます。この時ね茶色たわんでるからフフ <laughs> この子たちもフフフねちょっとよく見といてここで細編みを編みます。これでいいですね。 じゃああとはね。白で 1v1v いきます。この茶色もね。編みくるめるところまでだけでいいですよ。頭2本を取りながら。よぶもう茶色短くなってきたから、この糸端ちゃんね。これぐらいになってきたらもうね。裏に置いた方がマシです。編みくるんで持ってもいいけど、編みくるのと毛がね。前にファっと出てきくるときあるから、まあある程度になったら裏置いといて綿代わりでもオッケーです。一致したら次 v ですね。この次の頭2本に入れて、この茶色はね。常に編みくるみながらいきます。 ぶ同じとこに「い」じゃあ次ね次のところの頭二本に入れて「ぶ」違うえ一やったなちょっと待ってあ一やねほんで次のとこ危ない危ない何は分からへんなってました次のとこに入れてほんでまたここに v「ぶ」です。同じとこ。 今ねこれずっと 1V1V で編んできて最初1編んでその V の E の時に茶色で編んだで 1V の V の時に茶色で編んだで V して 1V1V ときましたこれでね今12目になりました12目って何かいない言うたらいつも1段編んだ時12目になってるんですだからここからは普段の時と増やし目一緒です今からね VV で3編んで VVV3 編んで V っていうね あのほんでまた 1V1V1 と増えますっていうやつなんですけどまたね 1V の時もまたちょっとちゃうからねいつも今日ちょっとこれだけはね特殊にちょっと違うことを一筆編みでやっていきます。ならここまでできたらまたこれねよく見てへのうちねへのうちのこの子のとこに編んでるでしょここからこうきたこのちびちゃんの根元のとここれが頭ですよいしょここに入れてこの時この子はね編みくるみませんこれ編みくるむとね色がちょびっと出てきたりすんのよ。 この引き抜く時は編みくるみませんもう横にポイント置いたまま引き抜き引き抜き上押さえていくねで糸戻すはいこれができたら鎖編み1つで立ち上がってまず1目目にね針ちょっと入れときますね1目目に針入れた時に忘れずこの子を編みくるむから上に置いていくといいですかなら次は、えー、と今からね VV の段ですまず、V。 この V の時は白で編みます。いいですか？ブ、同じとこに入れて E。で次も V なんですけど、また先と一緒。ブは白で編んで E は茶色で編みます。ね。でここからもう往復編みじゃないからね、もうこれは普通にぐるぐる回ってきてますよ。いいですか？ならまず同じとあ次のとこにり入れて、でここでブーと、でブの時の最後に色変えます。 この時に白はこっちから出てるからこっちに落としといてこのまま来るとねねじれるからこ,うこっちこっち茶色持ってきて茶色こっちから来てるから向こう側で手にかけてからここクロスしてるけどこれでいいのよこのままかけて抜きますよいしょでまたねちょっと白とかね引っ張ってで同じところに入れるで今度はね白を編みくるみながらいきますよ V の E の時に色が変わりました はい、そうしたらえっ、ー、とね今 VV が来ました次111ですねその111は茶色でいきます最初の頭ね茶色の上茶色茶色茶色で編みます全部茶色の上はねいいですか1次1次1次からね VVV なんですけど最初のその V の時ね V は茶色 E は白でいきますちょっと要領分かってきたかな次次のののとこころね、次のこの白の頭に、 まずこの子でかけてブーの最後ブーの最後に色を変える時茶色は向こうに置いときますで白持ってこの時はねもう糸混じってないし茶色なんか編みくるんでもない向こうに落としてる状態それでええのよもうね絡まんかったら何でもええのよこれでこうかけて抜くとこれでまた茶色が入ってる茶色ちょっとたわみすぎとかちょっと引っ張ろうかうんこの茶色が入ってるとこ同じとこに入れます入れた時ね茶色またフッフッと引っ張ってでこの子で編みくるみながらこうやって いな。これで1個目の部位ができました。なら次 vv ですね。また次の頭2本のどこに入れてここで。ぶいねで、それができたら111です。ずっと常にね。この茶色い子は裏側で編み包んでいきます。1。次こう入れた時にね。針の上に糸がくるようにこうしてあげるね。1次ここでよいしょ。 1, 1なこの後ね、V ですよいしょここに入れて V 同じとこに入れて、I、ならこの時にもうこの茶色を後ろ捨てときますこいで最初の頭ねいつものこの足の頭これです引き抜き編みと立ち上がりがありますこのこの隣ね、飛ばしたところここに引き抜く時は茶色はもう後ろに捨てたまま 捨てたままで引き抜き引き抜き上を押さえてグー鎖一つで立ち上がって一目目ね根元の一目目ここに針を入れたらこの時から忘れずに編みくる車に針の上はいじゃ次ですね次は1 v 1 v で細編み3回1 v を3回して細編み3回最後に1 v 入れるの段になりますまずね普通に1 v は白でいきます 1V って言ったら1同じとこにブ同じとこにいはいこれで 1V できましたじゃあ次の1の時は最後に色変えます次の1の時ね白のところに入れて白でかけて出してきたら白は手前にほっといて向こう側からこの茶色を持ってくるこの時はクロスしてるけどそれで OK ね で、茶色でかけて抜くと。はい。で、ちょっと白をたわみ直してね。なら次は、えっ、ー、と、今ここで終わったから、次 V。今、1、1、V、1がきてます。次、この茶色の上に V が来ます。茶色のとこ入れて、白い子、ふっふ引っ張っといて、編みくるみながら、V。同じとこに入れて、白ね、ずっとこう、針の上になってるよ、裏側で。い。はい。なら、えー、今からね、1、1、1。 それはもう全部ねこの茶色できます111はいじゃあ次次はえっとね普通やったら 1V1V v っていくでしょ今回だけ V1V1 v を3回繰り返します。ですか普通やったら 1V1V v できたからこっちも 1V1V って v くるんやけど左右対称にしたいから V1V1V1 v v を繰り返します。でこの V の時だけ茶色。 で、イの時に色を変えていきますね。次、この茶色の上に入れて、まず V なんです。V。同じとこ入れて、イ、このイの時に色を変えます。もう茶色向こうに折ってもらって、白を持って、編みくマまケけト一目ね、かけて抜くのは、こっち白で抜きます。OK? なら、えっ、ー、と、次、このまんま、えっ、ー、と、位置を入れます。次の白いこのところに、茶色はふっふと引っ張って、 針の上編みくるんでいきますはい1これで今 V1 ができましたあとね V1 をあと2回しますよ次の子次の子に針入れて裏でねこの糸は上に来てます V E 1ですか で、この、色替えの時にやっていくけども、色が茶色一色になったら今までと一緒なので、今回はそこまでの説明です。わからん人はね、今までのやつ見てきてもらったらわかります。ちょっとだけはね、口頭で説明しますよ。じゃあ次ね、また V1 やね。V、I、で、1ね。よいしょ。はい。それができたら次は、えー、1、1、1ですね。はい。よいしょ。 1、次、1、ちょっと茶色が出てきた。次、よいしょ、1。後ろの子がたわまんようにね、時々引っ張って、引っ張りすぎた感からこう広げてとかね、こうね、あのー、スパルタでするんですよ。グー引っ張ったら伸ばしてとかね、<laughs> やるんですよ。はい、なら次ね、ここは V1 でも 1V でもいいです。1V、1V でもいいか。どっちでもいい、ほんまにどっちでもいいです。ね、こないに悩むないでね。ただもう今回は 1V でいきたいと思います。 1, 1で次次のところに入れてぶ同じとこに入れていはいそしたら最初の頭ね引き抜き立ち上がりを飛ばした最初の足の頭わからん人はねずっとリングするんですよでこのリングは普通のねダメリング多分通らへんと思うからそういう時はこのダイソーさんのねこのニットピンみたいなこういう細いダメリングが便利だと思いますもしねあの必要な人はそういうのを用意してもらったらと思いますよ はい。今更かい言うてね。そうなんです。な、引き抜くときは茶色は捨てとく。で、引き抜き、引き抜き、上押さえてくーです。ね。で、戻す。もう口頭説明ばっかりで難しいかもやけど、難しかったらね、あの、上の方のあの、点点点とか押したら、設定マークかなとか押したら、えっと、速度設定があります。速度をね、あの、遅くしたりとかして、ゆっくり見てください。はい。ほんなら、次の段いきます。今、1V できたところやから、次ね、1V1 の段になります。 最初の 1V1 は白その次は 1V1 を茶色でいくので一旦ね 1V1 で最後の時に色変えますまず鎖編み1つで立ち上がって根元のところに針入れてその時にやっと編みくるみ出しますねほいでここで1次ね次んとこ入れてこう上に置いとくよあの子ねで V はいでまた 次のとこに入れて一の終わりの時に色変えます。よいしょ。一の終わりの時に茶色を後ろ側からとか持ってきてね白い子はここクロスしてる。でかけて抜く。次の一 v 一この白の上ですね。白の上に一がくるけど針入れた時に白はフッ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 と引っ張るだけね。ググちゃうよフッフ,ッフッとねたわみ直す程度ね。でここから一 v 一を編みます。一 う同じとこよいしょこれね後ろからでこの子を拾うよんのよ横よいしょ今い一週間違ってねじくったけど「い」で入れるこの子をちゃんとこうすくってるかな後ろでね「一。はいじゃ次「一一一になりますよいしょ「一一一。はいじゃあ次 次は 1V1 まで茶色ですその 1V1 の最後の1の時にね色変えますはいじゃあまず茶色の上で1次の茶色の上で V ですよいしょ入れてブ,ブ, <laughs> ブーが言えてない唇張りつっきょっと <laughs> でいはいで次1ね1の時によいしょかけて出してきたらまず茶色は後ろにほったらかしといて白でかけて抜きます で、またね、1V1 はあと2回ですね。そんなら、今のとこの次のとこ。で、ここからはこれを編みくるみながら行きます。もうわかるの違いますこれ。1、V、I。で、ちょちょ。で、次のとこに1。で、もう一回ね、1V1 が来ます。1、V、I。次、1。 でまた茶色とかをキュッキュッと引っ張ってみて引っ張りすぎとったら突っ張ってないか言うてね広げたりとかこういうことをしますはい次は111で 1V1 になりますですねちょっともうさーっといきますよ1 1 1で1 V 同じとこい次1 で最初に引き抜く時は茶色は捨てとく。で最初の頭に入れて引き抜き引き抜き上を押さえてグー戻す。はい。あの皮ワウとか言うとう人おったけど皮ワウとかもこんなんでできへんやろか狐とかさあの臨機応変にやってたら何でもできると思うんです。その辺、えー、頑張って編んでみてください。はい。なら次ね次はもう 1V1 が終わったら次は1周ねあの増減なしの段です。 ね、草原出しの、なしの段は、3回白で編む。で、14回茶色で編む。13回白で編む。で、回ってきます。まずね、3回編む3回目の時に色変えます。ね、鎖1つで立ち上がって、まず根元のところに貼り入れて、ここから編みくるみながら、1、次、2、次、3回目の時ね、色変えますよ。 そしたら白置いといて、茶色を向こうから持ってきて、かけて抜きます。わかるずーっとこの糸たち絡まずにずっとここにあるでしょこんな感じでね、やっていたら絡まらんで済みます。ね。それから絡みを、あの、絡まんようにこうして編んでいてください。はい。なら今から茶色で14回編みます。ですかで、14回目に色変えますからね。な白のとこから。ね。よいしょ。白を編みくるみながらマッハでいきます。1、2、 こう67この一つ動作が多いように見えるのは後ろでこいつをすくようだけやからね8よいしょこうやってここをこうちゃんとすくってるかなって見よるだけやから9 1 0 1 1二。1 2 でね、えっと、12。最初ね、白のとこ1個、1個、白の上で1個しかこっちは編まなかった茶色を。だけど、最後のここだけ白の上11編みます。で、それでバランスが揃うんです。なんか左右対称に揃えるにはそれが一番良かったんで、そうやっていきますね。白の上、ここで13個目。で、次の白の上、ここで14個目から色変えていきます。こうやって茶色は落として白に変えます。 で次のところにに入れたたら茶色上をった時にフッフね、okay? でここから13回編むんですけど13回目一番最後の目を編む時に茶色に変えます。ですかちょっとややこしいでしょでもそっからめちゃくちゃ楽やから頑張りますよ。えー、一番最後に来るまで一目に一つずつ13回目を編む時までちょっと早送りしようかな大丈夫かないけるかいこうかうち <laughs> どないやねん言うてね。3 それで提案したいこともあるね。56 <laughs> あんか知らんけどね。七、よいしょ。89よいしょ。で十、ちょっと引っ張ったり伸ばしたりね。で1112次13回目。ここかけて出してきたら白置いといて茶色。 でここで、えー、引き抜き立ち上がり最初の頭に入れてもう白は編みくるみません白は捨てといて引き抜き引き抜きグーで鎖1つで立ち上がりますで今からね耳をつけていく段なんやけど何が提案やねんって言うたらねこれちょっとすごいことやねん見てくれるじゃんじゃじゃーん ジンベイザメよ。ジンベイザメ。ジンベイザメでこないして編んで痛めるんちゃうんと思うんやけど、まあ、みませんよ。ね。編んでください言うても編みません。さっき言うとくけど、ジンベイザメ、こうやって編んだら可愛いんちゃうかっていう提案です。はい。ほんなら、えっ、ー、と、ジンベイザメはちょっとね、クリップにするの難しいし、ね、あめぐるみにしたってちょっとあれやから。<laughs> 編みたい人はああやって編んだらいいんちゃうかっていう提案です。ほんならね、白はね、もうちょっとだけ編みくるんで、 5目分ぐらい5目から6目分ぐらい編みくるんでほんでえー、と耳のところぐらいからも編みくるまずに行くのでその後に糸切りますねはい,よいしょほな今これ鎖1つで立ち上がってるところやから根元に入れてでよいしょ上に置く白い子ね、はい、でここからまずね、えー、と6回細編みをしますこの6目分だけ白を編みくるみます1 2 よいしょ。3。次。4。ちょっと見えにくいじゃないの？よいしょ。映りたがりいやな。こうとくんの4。5。よいしょ。6で6回もこの子編みくるんだらえっとね。もう切っちゃいます。で切るんだけど、えっとできたらね。このここの眉毛この眉毛。 柴犬ちゃんって眉毛が特徴やからねこれを編みたい人編みたいとかもステッチねステッチしたい人とか、えー、と我が家のチョコちゃん作る時はね私はもうちょっとあの置いて後ろのここ縫ったりとかするのにねあの置いとったけど普通の人はチョコちゃんじゃないと思うからあの目のところねクリ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 っとやって後玉結びしたりできるステッチできる分ぐらいそうやね2 0ンチか3 0ンチほどあったらいいと思います。で切っときます。もう残ってもね綿になるからこれでいいと思います。 まあちょっと茶色ね、下に落とすよいしょ。はい。なら、この子は後ろにずっと置いたままで、今から耳を作ります。耳はね、いつものあの猫ちゃん耳と一緒です。手前半目に針入れて、ね、手前半目だけね、に入れて、引き抜き、引き抜き。引き抜いたら、このまま、よいしょ、中長編みします。針、よいしょ、同じとこね、同じとこに入れて、糸かけて出してきて、でかけて三本の中を抜く。 これね今まで何回もやってきとるからもう分からへん人は基本のキーからですよかけて次の目の手前半目ここに長編みですねよいしょ長編みを編んでそしたら鎖2つ1、2で鎖2つ1、2をたどったこの下ここのこのお山のこの2本ですこの2本ですかここのこの根元にあるこのお山のこの2本だけ半目半目の2本だけね ここに入れて引き抜き根元持ってねこの根元持ってこの中も引き抜きますはいそうしたら高さがあるから鎖一つでちょっと高さを出して元のところね長編み入れたところに戻って引き抜きますはいそしたら次次はここの頭頭のところに針を次のね頭2本のところね頭日本のところに針を入れてここから頭2本を取りながら細編みを4回します まず1回やって戻ってきて、目がわからん。人はここにあのね。マーカーつけてくださいね。いいですか。次2。次頭2本取ってます。3。4はい。4回ができたら次耳をもう作ります。よいしょ手前半目引き抜き引き抜き、まずは高さ出します。鎖1で長編みを編みます。同じところに長編みを編んだら、これの上に鎖2つのピコットです。鎖を12。2 根元にあるこのお山手前の1本ずつの2本のところに引き抜き根元持って引き抜きちょっとねよいしょここで次かけて次のところのまた手前の半目だけ手前の1本だけに入れてかけて出してきて中長編みです中長編みの後はそのままで、ね、もう同じとこに入れて引き抜きます鎖なしですはい。 さこれができたら次ね、次のところ、次のところはここですね。次のところ、ここから頭2本を取って、ぐるーとね、16回コ編みを編んだらここまで来ます。いいですかで、またここの耳の終わりの次の1個、頭2本取った1個の時、わからんくなる人はリングしておいてください。いいですかこのままね、ぐーっと,、えー、っと行くのはね、早送りします。 ずーっとほんまに頭2本を取りながらただただの細編みだけやからね、やっていけると思います。で頑張って回って、そう言うよったらもう一周回ってきてもいそうやな。もう回ろうか。ぶつぶ言うといて回ろうか。ちょっと、えっと、また告知をしたいライブがありまして、えー、っとね、皆さんにお願いがちょこっとあるのです。で、来週にね、今週ちょっともうあと忙しなりそうやし、週末はたいね、あの、更新しないので、来週ちょっと告知のね、またライブしたいので、よかったらね、遊びに来てください。 で最後のね、この白いこの上も細編み。はい。そしたら最初の頭ね。よいしょ。引き抜き立ち上がり。最初の足がある頭。ここですね。ここに引き抜き、引き抜き、上を押さえていく。OK。はい。なら今ね、こんな感じでできてきてます。もうここからは茶色ばっかりなんです。ほいで、まだまだやりたいことがある。あと尻尾とか、あとステッチとか、目のバランスとかをやりたいので、ここから先はもう今までと一緒です。わかりますね もうずっと編んできて今と一緒ですまず6回あここだけやっとこうかこの段だけもう備えよったら最後までやるんちゃうんかやら,んやらへんやらへんやらへんよここだけちょっとさっといきます鎖一つで立ち上がってここから細編みをね6回です1 2次3次4次5 6回ですねこれ6回できたそしたら耳を前にパタッと倒します ここに折る一本一本。この一本一本。ここに中長編み。一個ずつ入れます。まず一つ目のとこに中長編み1。次の一本のとこに中長編み1。ほんでもしリングつけ取った人だっ,ったらリングんとこやけど、リングつけてない人はね、よいしょ、ぐっと開けてみたら、ここに足がある。よっ、わかるかな ?1、2、3、4と足ありますね。この足の右上、この子です。これが最初の子になるから、ここに。 この時無理やったら針を後ろ向けてね、この1本、あのこの2本か、この2本をこう引っ掛けても OK。どの向きでも OK です。で、かけて出してきて、かけて2本の中を抜く。はい。なんかね、いつも兄も無意識で多分こうやって取ってたわ。あの、教える時はこうやるけど、自分がやるときこなしてたわ。 でねこの間のインスタライブの,あの七夕ライブリレーの時にちょっと誰やったか忘れてもたらそういうやり方をやっとってねうやせや私も無意識やってるわ思ってこれ結構便利やからこれを使ってくださいでこれができたら次ね234この頭の間34でしたねならまた耳を前にパタッと倒すほいで針に糸かけてここね2本あるから1本目のとこの1本だけ取って。 中長編み、次の子に中長編み。はい。で、またリングしてなかった人やったらこう見てもらって。よいしょ、耳の終わりのね。よいしょ、耳の終わりのここに足、頭あります。あ、足ありますね。ここが頭。これはね、耳がここまで来てる。耳の次。ね。ここの子に針をこうやってすくってもすくいやすい。糸をぐっと伸ばして手前から針入れてもどっちでもいいです。 この時にもしね糸がここでビヨーンと伸びてしもうとったら、えー、縮めてくださいその時はねこのこのこっち側の糸の向こう側に渡ってる子を押さえてクリッとこうね手前にこう引き上げるんですよこの子がぐっとこっちに引っ張られますそれかこの向こう側針の向こう側のこの糸を押さえて手前にクリッと回すこの子のたわみを直すでねこれを何回かキュッ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 やって戻してちょうど針にえー、ぐらいになってから細編みをするんですよ はい。そしたらもうここからはね、ずーっと細編みばっかりです。ほいで、ぐるーっと回ってきたら、次の段からは、えー、っと、1弦1、1弦1。で、次ね、これ頭の間さっき4回やったけど、もうここはずっと変わらずです。もう次、1弦1、1弦1の後は3回です。細編み3回。ほいで、1弦1を3回。3回や、細編みは3回やって、1弦1を1回。わかりますね。 で、次はまた1弦1弦3回編んで1弦1弦1弦3回編んで1弦で、えー、弦弦3回編んで弦弦弦3回編んで弦そこまでで終わりです。あとはもう閉じるのとかももうここから先は全く一緒なのでちょっと説明ちょっと端折りますごめんなさいね。なのでちょっとあの若ん人は飛んでもらわなあかんかもしれへんけどごめんなさいね。あの猫ちゃんの基本のところから、えー、見てきてもらったらわかりやすいと思います。で、今回は立ち上がりをこっちにしてます。 猫ちゃんんは耳がこの下についてるんですよだけどもち縮め方は全く一緒もう耳の位置関係なく今からもう減らしていったりするだけなのでねあのなんせこう耳の位置を反対にしてるのはえっとねここが立ち上がりで今度こっちが立ち上がれたこの色変えん時が大変やから立ち上がりこっちにしてます。これもね機応変に動物によってちょっと変わってきてるんですけどこんな感じでやってきているので頑張ってな,なら、えー、と顔のステッチができるまでアニマはね一元 一弦一弦の段まで編んできて顔つけようかな。どっちでもいいです。いつでもいいからえ。顔つけたくなる時まで一旦編んできてください。はい。じゃあちょっとね、見やすいようにやっぱり一弦一でそこまで編んできてます。で、今からちょっとね、わかりやすいように顔つけていこうと思います。で、えっと、顔の口のバランスは、今までみたいにこのセンターのところからね、こう三角の口作ってもらって、あの、音ぼけさんにしてもらってもいいし、 ねえっと、こういうにっこりちゃんにしてベロ出してもらってもいいしあとはねこう逆バージョンこうセンターのとこから斜めに下下に降りてこうねキリッとしたバージョンとかねこんなやったらキリッと眉毛つけてあげてもこう人面犬みたいで可愛いかもしれへんね、はい、ほんなら、えっと、今回はにっこりバージョンでやっていこうと思うのでお口とかも適当にね好きにつけてくださいまずはね黒糸用意しますねこういやんすれだ便利やからねでここに入れて まずね、アニモの場合はね片方をね玉結びにしちょきま,しちょしちょきまーす。ね。うん。オッケー。それでよいしょえっ、ー、とまずはこのねセンターセンターから口を作る人センターから口を作る人でもオッケーです。 アニマはセンターじゃなくて1個下からこう斜めにこうねにっこりしようと思います三角やったらこっから来たらいいしムーッとするのもこっから来たらいいと思いますこのセンターね3つあるセンターからでも1、えー、個下から来たいで花を刺すのはこのセンターの1個上に刺しますアニマの場合ねセンターの1個上ここに花を刺すのでまずここの裏側から出てきますよいしょ OK 黒やかこう出てきた見やすいか。ここがセンター、センターの一個上から出てきて、こでね、この子ちょっとまあ置いと状態で、このね、一段、もう一段下。一段、もう一段下まで行きます。で、この裏側で、よいしょ。このね、この糸って4本でよじれてるから、2本の間ぐらいをね、こう通しちゃいます。こうして、割ってね、糸を割ってこうやっといて、ただ玉結びが抜けへんようになるから。 でこの状態でスコーっと抜きます。どっちが引っかかったんちょっと待ってよ。どっちかが引っかかってるわ。<laughs> うん。うん。オッケーね。もうこの時点でも可愛いになってきたなね。なら次は、このね、またこの、よいしょ、ここ。3個。センターの3個の右側のこうから、この下に戻して、で、またこの、ここかな。よいしょ。ステッチはね、こうやって、 入れてくれたらオッケーです。もうどういう順番でもこうなってたらオッケー。ね、ならもうあと黒使うことないんです。これだけ。なら裏のねどっかちょぽっとどこでもいいからこうちょぽっと取ってね。それでここに玉結びをしてやる。ぎゅっとね。でしょ。心配やったらもうちょっとねぐうぐう糸始末したりとか玉結びあちゃこちらで作ってもらったらオッケーですよ。 本前たらね、もうちょっとどっか渡したとこでもう一回玉結びしてもいいんやけど、これ糸が太いから抜けへんやろから。これでいきます。はい。そしたら次ですね。次はね、えー、っと、花なんですけど、花の説明をするとね、まあ、あれはこれでいこうと思います。あの、三角花のほら、教えてくれたあのね、ダイソーさんの三角花がい,るひいい人でも、あれもね、あの、刺すだけなんです。で、この子も、この今、ステッチ入れたとこね、ここですね。 ここか、もう一個上でもどっちでもいいです。うんとね、この茶色の点点点の、これのもう一個下。この茶色の点点点の根元のもう一個下。このね、黒が入ったとこね。ここに刺しますあんまり後ろに刺すと、ほら、ちょっとおかしな子になるから。あの、鼻の先端ぐらいにあるもんね。鼻って、鼻のマズる、これ混ずるって言うんですけど、マズるの先端にね、あるんですけど、こんな感じ。チューリップみたい。ね。<laughs> で、あの、ここにワッシャーをつけようとするとね、 よいしょこ。ここなんや、これなんや、これ。わかる結構斜めにスコート刺さってるから、ここにワッシャーを入れるとどうなるかっていうと、最初にやったからお見せするわ。よいしょ。あのね、アンダーになるんです。もうね、あの、フレンチブルの時は絶対こうしようと思ってます。ね。<laughs> ワッシャーつけて、こうわざとこう下顎を出して、あの、アンダーって言うんですけど、もういろんなの犬,の犬の言葉ばかりいらんな、こう下顎が出るんですよ。ね。 なので、あの、ワッシャーをつけて、その、うちの子下顎出てんねんやったら、ワッシャーつけてね、ワッシャーでグーッと押してやると、こう、前に出ます。下顎ちゃんが出ます。これでも OK。でも、えっと、まあ、ワッシャー楽やからね、いいんやけど、兄は普通にこう、なんちゅうの、普通のお口にしたいから、えっと、今回はボンドでつけます。この辺、臨機応変にね、してください。まずね、な、ベロ作りましょう。ね。ペロペロちゃんにしましょうね。はい。めっちゃ簡単。前のね、あの、黒の、 パグくんやねあの夏の子あの子の時にやったんだけどやったって言って口頭説明だけやったからちょっとやりたいと思いますあちょっと言うの忘れとった2号針がいります2号針はいじゃあねえっと2号針用意してきましたもしえっと3号針とかでもいいしあの糸の太さによって変えてくださいアニモの場合これちょっとね糸が細細刺繍糸ぐらいとかやったら2号針の方がいいと思いますトロピカルコットンとかやったら3号4号でもまあいけるしベルの大きさがちょっと変わるだけなんで好きなえっと針で編んでください まず手に糸をかけて、ここちょっとくくれる分ぐらい残しといて、で、またね、鎖編みをします。まず最初、玉結びを作る。く。なら、まあちょっと緩めの鎖でいいです。緩めの鎖を1、2。なら、えっと、裏向けて、裏山の1つ目、2つ目、もう端っこのところですね。この裏山に針を入れます。よいしょ。この糸ちょっとね、きしんで編みにくいのよ。 優勝。オッケー。で裏山に入れてまず細編みをします。はい、終わりました。でこの時はもう鎖いらないです。鎖するとゴワッとするのでいらないです。で反対側も同じぐらいにもチョキント切ります。でもう針スコット抜きます。ちょちょちょ。これキシムのよ。なんか結構ガスガスした糸なのよ。よ優勝。ね。おいでこのベロとベロ。はい。これを よいしょ黒いここにねこうやって針で裏に通して黒いこの下に2本出してちょっとねあの同じとこの目に入れたらあかんよ裏でくくられへんから同じとこの目にこの2本入れてほいで裏かでどっかね片っ端だけどっかの糸をくぐらせてくくっても大丈夫やけどね2本一気に裏出してその2本くくったってそこと抜けちゃうよ。ねその辺は考えてねこんな感じのところにつけてあげたらいいと思うんです。ちょっと、まあ、もうさっととさやろうか まずこのね、黒の端っこに一つ目のやつは行こうかな。よいしょ、表裏どっちでもいい。どっちか好きな方。よいしょ、こっち行こうか。んなこの子をこう愛してから、通してから、ね、ほいでスコッと抜いてで、まずこの子を一本ね、裏側にやります。他の糸絡まんようにね。よいしょ、裏側にスコッとやります。はい。 もなら一番えのは全く同じとこじゃなくってこのこのちょっとずれたとこちょっとだけずれたとこ黒の下のねちょっとだけずれたとことかに入れておいてここで裏に出してやったらもうそのままくくるだけです同じとこから入れればこっちの方がね簡単かなと思いますよいしょキシキシその横の糸 <laughs> もなんか安売りしとったから買ったんやけどま割と使ってます。 これでね、よく見たら糸をちょっと渡ってきてると思うんです。こうやって。わかるかな違うとこから出てるんです。これがもし違うとこから電と2本一緒のとこから出てるねんっていう人やったら、どこでもええから、こういう1本のところを片っぽ通します。もしかしたらこれは同じとこから出て戻ったら困るから。こう、こう通します。ほいで、こことかでくくればいい。さっきのやつが全く全然違う目からちゃんと入って、あの出てるよっていう人はもうそのままくくるだけでいいのよ。ね。 なんせこういうくくり方をしといたら抜けないし、ベロはもうかっちりついた。もうね、結ぶだけでもいいです。糸始末とかね、あのきちっとする人はきちっとしてくださいよ。はい。OK。ついたベロ。で、ちょっと形整えてやって、かわいい。ね。あもうほっぺたもちょっとつけますかどうしますかちょっと、<laughs> まだボンドでつけてないから。とりあえず、目とかでバランス見ましょうか。目はね、 目は簡単。どこに刺すかって言ったら、もうね、目で全然印象が違うねん。まず、寄り目やったとするやん。まず。寄り目はめっちゃ幼くなります。チワワとかやったら、こんなチワワおるからね。こんなんでもええと思います。だからチワワちゃんももう、このまんまで、色だけちょっと変えればチワワちゃんなりませんで、おとぼけにしようと思ったら、口三角とか。わからんかなどうやろう チワワちゃんこれでわかるんやったらいいねんけどね色も大体こんな感じで色変わってるもんねブラックタンとかやったらもうちょっとこうかなチワワの方がもうちょっとこう色変わってるかもやけどねでもこうやったらチワワちゃんに近づきますでえっと例えば結構上の方で話したとするね結構ちょっとおバカな子ができるしねあのちゃんとねこの辺でこうしてやるとリアルシバちゃんぐらいになりますどうですか でアニモの場合でどこが可愛いかなと思った結果こここの V の一番端ここのね分かるかなここ123その次の段その次の段のこの V が入ってる穴ここに入れてます反対側もこの123がおってその次の段その次の段ここ V があるね V が入ってる穴これぐらいがバランス可愛いいかなと思ってるのでここに入れてるけどさっきみたいに遊んでもらってね好きなように目をつけてもらったら OK ですそしたら次ほっぺたね よいしょほっぺたもさっきの黒みたいに片方玉結びにしてもええし、まあ、アニマはちょっと面倒やから2本取りでいこうかなホップステップホップステップよいしよしよしょはいそうしたらねまああのほっぺはもうほんまに好きなようにやってもらったらいいんですまだあと尻尾の説明と,、えー、と眉毛もつけなあかんなやからちょっとだいぶん時間食うてるからなちょっと長なりそうよはい そしたら、えっ、ー、と、ここですね。まずね、どこに行こうかな。この目の右下ぐらいやな。この目の涙流してんのぐらいのところから行きましょうかね。れでここから出てきて、で、この下。こう、こうでいこうか。どう行こうか。ここの下でいいかこう。この次の列のこの下、立ち上がりの横ぐらいに入れます。で、この時も、このピンクちゃんのね、 結び目とかをこう。結び目の間に通しといて、結び目が動かんようにしといてあげる。だ抜けてこうへんから安心はい。で、次こっち側ね。こっち側どこでもいいからちょっとよいしょ。このここここから来たいと思います。これで根元に戻ったらもうハート一つできました。2回も3回も通りたい人はね。2回も3回も自分で通ってください。よ。よいしょ。はい、もうこれでハート終わり。 でもこのまま糸渡るけども、反対側も行きます。反対側もね、どこでもいい。この涙ね。そうそう。犬の涙がポロリンちのこの辺から行きますね。この辺。ほいでお、ちょっとなんか噛んだか大丈夫。よしよし、OK。そしたら、ここから隣の列のちょっと斜め下に行きます。はい。で、今の列の全く同じとこのちょっと上ぐらい。 どこから出れるかな。ちょっと待ってよ、ここはどうする。ここちょっと上すぎるな。間割って出てけへんかな。どこでもいいけど、こういうところね。ちょちょちょ見えてるかな。このちょっと糸割ったけど。高さ的にこの辺がいいから、無理やり強引に出ます。なんでもいいのよ。この話強引にでも、なんでもなるから。こうね。こういうハート。もうハートは糸だけでも、可愛いから、もうそれでオッケー。ね、オールオッケー。 ならあらこれどこどこかでこんな遊んだおちょいちょでしょいしょしょしょしねでちょっと引っ張りすぎたらちょっと膨らみがなくなるからねバランス見て引っ張っておお目が倒れたねこんなこともあるんですはいでこうちょっとバランス見てふんわりさせてあげてならあと裏でねまたさっきの黒い子と一緒ですどっかをねちょろっと取って よいしょちょろっと取って玉結びで終わります。でそうしたらこれねあのちょっとまたピンクちゃん残ったなと思ったら次ベロ作るのにねまた置いといたりとかほっぺたを1本取りで作ったりとかできるからあの無駄なくね最後まで使いましょうね。これでも十分ベロできます。ね。最初に糸の調整しとかんかいっちゅう話やけどね。はい、ほらか愛いくなってきた。なら今度今この残してたこの白い子ね絡まってませんか大丈夫ですかこの白い子に針に。 いう所通します眉毛はね一応アニメは2回ずつ通ってるけど3回ずつでも何回でもいいです一旦こう仮のバランスをしてたらその仮のバランスの上ぐらい上のねちょっと出てこない見え見にくいねこういうところこういうとこから一目分隣を取ります。ーすじゃあこの子はねここが眉毛になるから2回でも3回でもね通ってあげてください,よいしょ この時裏の糸ねあのこの茶色だけ間違えて取ってしまわんようにしといたら OK2、OK、回で OK かな,なかこの子のところもうんどこ行こうかなこっち側なんせ眉毛になりそうなところね1目分だけこうやって2回取ってあげるだけおいおい鉢巻きなんじゃんがな鉢巻き剣もかわいいかもねあの絶対にあれしたいねんけどなあのほらこそドロの,あの布でさ後ろにこうあの背負わしたいねんけどな 後ろからぐっとコソ泥のあの荷物も足したいなと思うのです、なんで縛って泥棒したこともないのにコソドロにされるんやろうかね。は <laughs> なこんな感じで眉毛ができたらまた一緒。そしたらここからはね。もうあと裏先言ったみたいに、あの綿も詰めて顔だけ仕上げてきてください。で、えっと綿も詰めて全部した後にボンドでえっと目をねつけていこうと思います。これもね。一応玉結びにしといて、むしろはこんなぐらいやったら、もう綿代わりに中に入れといたらオッケーです。 そうなら顔をぐーっと締めてきて綿詰めて締めますで締めた時に、えー、とボンドでつけていきますよいしょ今から締めていくのにじゃないと抜いとっていいよ場所も分かってるでしょ眉毛下からその下やし場所も分かってるからねよいしょほんなら綿詰めて閉じてくるとこまでやってきますはいそしたら今ここまで編んできましたちょっと雨やから画質悪いわね雨の日はいつも撮影せえへんのやけどねあの昨日自分で自分追い込んで今日やるというね <laughs> そうそう 可愛いよしほんなら花とかのところね一回刺してみるとねホップ、うん、刺さるか刺さった花はしっかり刺さるからこれで OK ねで目は刺さるかないうてこのここやったねよいしょしっかり刺されば OK やけど刺さらんかったら目打ちとか針とかでこう綿をねコスコスやってこうねしっかり穴開けてあげてください反対側もね 入れてコスコス穴開けてあげる。こうしてぐり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 。今なんだまだねあの目がついてない分命吹き込まれてませんから今の間です。ゴリゴリクスクスやるのはね目入れて帰った可愛さなってまうからね。これができたらよいしょ、うん。ボンディ三井さんのタワ上です。ここにねこう入れてちょっとちょっとボンディ三井さんいうこと聞いて。 中にもぐっと入れてほいで外側もちょっとね鼻大きいから、まあ、ちょっと大きめにこうてん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 ってつけとこうかほいでここへぶっ刺してやるほ中のね綿とかにも絡んでくっついてくれるしここの、えー、このね編んだところにもくっついてくれるしねちょっとあのチューリップの口が見にくいなこの子まあ、い,いかはいほいで目のところもねまた目のところにグーッとボンドの先っぽ入れて ちょちょちょカスカスやないかい。カスカスやないかいちょちょちょ、うん。ね、中にも入れて、ちょっと多めでね、もうどうせ透明になるんやから、ぐっと中も入れて。で、ここまで出してきて。ちょっとボンディーのね、ボンディーの先も拭いとかな、固まってしまうからね。よし、こここういうのはね。 指先についたやつどうするんやれたらクリクリっぽいやからね。ちゃんとゴミ箱によ。ゴミ箱にクリクリっぽいか。あのティッシュでココを拭くんよ。ちょっとティッシュでね、拭くわ。今日はちょっとな、おんなオギョギワレットできへんがち。よし、ティッシュで拭きました。ほんならこのね、怖いわ白目だけのやつ。ね。よいしょ。ここに動く目玉ボタンでもかわいいやろしね。あの好きなように作ってくださいよ。でこれをね、グッとしっかり、しっかり押さえて、 それでアニモの場合はいつもね作る時ってこう顔をまず作るじゃないでその後体を作っていくんやけど顔を作ってまずこういうボンド類する時はボンドをして置いときますほんで体網の間にねたまにねこうねポーッと浮いてきたりすんのよで網を間にもたまにこう見てここでグーと押さえつけてやるそうそうグーッとぐっとね混ぜててきたボンドはもう俯瞰でも透明になるけど気になるから拭くとねでこういう感じになります この顔一番可愛くできたん違う花やメイやのバランスもどうやろうか好きなやつでね、まあ、作ってもらったらいいですほいでいつも顔作ってほんで最後これねえっと弦弦123弦弦弦123弦でやってきたこの状態でいつも置いてますほいでまず体を作るで体はねもうまた体上下できたらぐるーっと回り縫うてしもってでその後に、えー、ここに貼り付けてこの子を閉じて ほんで、閉じたまんまその糸でこう、くくっていくっていうのがね、あの、一番順序用できるかなと思って、最近はそんな感じにしてます。ほなしよったらね、こう、ボンドも乾いてくるし、ね。よし。浮いてきたやつも直せるしって感じです。ほな、最後にね、ちょっとだけ簡単やけど、尻尾やっておきましょう。尻尾ね、これよりもうちょっとちょっと改善版にするわ。これが太かったら、3号針とかでやってもらってもいいんやけどね。どうしよう。太いでもなんかね、尻尾って太い方がね、柴犬的にはいいのよ。 いいか4五針のままいきましょうかほ、えー、んでいいいいきたいと思います4 5針を用意してくださいであの耳のね内側をもし作りたい人えー、っとよいしょこの子みたいに耳の内側を作りたい人はまずね鎖編み2つで鎖編み1つで立ち上がって1目め飛ばした次と次最初の2目分のところの裏山で、えー、っと細編みの減らし目弦をします。 これで鎖一つでも絞ってしまったら終わり。その糸を長く残しといて、裏に響かんように、ちま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 こうね、ちま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 やって、ほんで裏っかでくくってます。この根元もちま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 とってますよ。動かんようにして、ほんでやってるから、もし耳ね、作りたい人はちょっと高頭になりますけど、備えしてあげてもいいと思います。はい。そしたら、しっぽちゃんはね、まず、よいしょ。ここちょっとまたくくれる分ぐらいだけ置いといて、鎖編み4つのスタートです。 かけて抜くだけの1234はいそしたら鎖編み1つで立ち上がりますでまた裏山見ていきますね根元から122個目のところにまずは細編みですはいそれができたら次の裏山次のこの裏山には針に糸かけてこのこの裏山のところに入れて中長編みをします糸かけてて出してくるスッと伸ばす。 かけけて散歩の中中通り抜ける。中長身ですね。もう一回次の子にもします。針に糸かけて、次の裏山。次の裏山に入れて、中長みね、かけて出してきて、かけて抜く。はい、じゃあ次、最後の子。最後の子には細編みです。よいしょ。細編み。 そしたら鎖1つで立ち上がって裏返しまずね根元この根元の頭2本ここには細編みです次針に糸かけてこのねここの穴ぼっこ鎖の間みたいなところに針を入れたら頭2本がしっかり取れますここで中長編み 針に糸かけて、次の子も、次のここの鎖の間みたいなとこ入れたら、頭2本取れます。ここ。で、次の子には細編みします。次の子ね、ちょっとこの端っこにあるこの頭2本ですよ。ここ。ここに、よいしょ、細編みを1。もう一回同じことをいきます。鎖編み1つで立ち上がったら裏返す。はい、じゃあまた1つ目は細編み。あちょっと待ってよ、1つ目は細編み。 で次の子には中長編み、次の子にも中長編み、最後の一つには細編み。はい、これができたら鎖一つで立ち上がってまた裏返す。そしたら今ね頭が1,2,3,4個ありますね。弦弦にします。まず一つ目に針を入れて糸かけて出してくる。またこの鎖のね中みたいなとこに入れたら頭2本取れてます。 かけて出してくる。この3本の中をかけて一気に通り抜けます。弦になりました。で次のこの鎖みたいなやつの中、中長編みの頭ですね。頭2本、かけて出してくる。この状態で端っこの頭2本に入れて、かけて出してくる。かけて3本の中を通り抜けます。でまた鎖1つで立ち上がって裏返す。じゃあ,あと2目ありますね。ここを弦します。入れてかけて出してくる。 次の子に入れてかけて出してくるかけて三本の中を一気に通るなんでねこうね和で編んでいくんやったら4目はちょっとしんどいしうちのチョコちゃんね尻尾の先マロンちゃん前やんだけど尻尾の先が白いから最終ね2段ぐらいで白とか最後の1段で白とかにしようと思ってこういうやつにやってますタケノコニョッキみたいなのができてきましたね今ね1枚もんなそしたら縫い付けれる分今からこれをかがってんで根、ね、元に縫い付ける分ぐらい 適当に切ります。はい。で、針をスコッと外して、で今度ね、縫い針に変えます。以上。はい。で、この子は、この子の場合は、最初一段目は全部細編みをして、これで二、三、四とハシハシ細編み、真ん中中長編みをして、で最後減らし目、減らし目、で次の段に減らし目。 でやったんですけどちょっと長すぎてなんかもしか腹巻きしたりせへんか腹巻きしたりとかするとき邪魔かなと思ったんでちょっとだけ縮めました今のやつでねまあ、ちょっとどんな感じになるかな服着してあげてもいいんですよワンちゃんね服きしてあげても好きなようにしてくださいよそうしたら今こうくるっと丸まってるからこのままいってもいいしここうこう膨らませたかったら反対向けてもいいしどっちでもいいですね、こんな感じでまずどうしようかな膨らんでるからこのまま行こうか どっちでもいいわ。どっちでもいいです。どっちでもまあまあ、かがっていきます。なんせね。こう、端々が合うてたらえの下がね。あとはもう、ここを行いして、適当に、目をちょこちょこ取って、ちょこちょこ、一本でも二本でもええから、取って、ここで、ぽーっとやる。こで、また次のとこ、どこでもええから、取って、取って。ね。で、また次、取って、取って。 何ぼかしてきた時にグーッと引っ張るグーッと引っ張ってこの子がねこちょっと突っ張るぐらいよしグーッと引っ張ったくねこれで尻尾の先ができたねあとこの根元に来るまでグーグーまたね同じように塗っていきますよいしょで一番最初のことほらこの結び目のところと一番最初の細編みのところあ鎖編みか鎖編みのところとかに入れて、まあ、どこでどうやってもらってもいいよこう。 で、ちょっとぐーっと引っ張ったらここがくるっと丸まってくれるからこれで尻尾の出来上がりあとはねもう適当なところにこ,うこれで縫い付けてあげたらいいですアニモの場合でねこのここから123段目のここのこの子につけました適当に待つってねこれをつけてあげたら OK ですこの子よりちょっとちっちゃくなったけどうんいいと思いますどっちでもいいあの大きい尻尾がよかったらね一番最初細編みを1段してあげてくれたらいいです どううでしょうこれで尻尾もこんな感じでしっかり太いなんかちょっとこれだけ落ちとったらうんもうみたいなね2代何手も通るけど黒ワッサンんねね黒ワッサンやったらどとこやねこんな感じで尻尾も作ってあげたらほらかわいいあとはもうねこういう針でかがってあげたらいいんですよあと仕上がったらまたトップガンにしたいと思いますよかったかわい,い子ちゃんが仕上がって。 この子だけちょっと一体体作って、あとも出来次第ね、順番に、えー、どん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 サムネ変わってきます。あの、できるたびに変わってくるのでね。はい。またその辺も見て楽しんでもらえたらと思います。それじゃあ今日もね、めちゃくちゃ長くなりましたけど、えー、今日はこれで完成にしたいと思います。またちょっとじゃあ来週ね、あの、告知したいことがあるので、ライブするので、よかったら見に来てください。それじゃあ今日も長い間、ご視聴ありがとうございました。